バチコイ心理学。それではラジオネームいつもありがとうございますジャージジョーさんです。あ、ジョージジャーさんありがとうございます。ジョージジャーじゃねえよ。あ、違う、それカリフォルニア走ってる人だってこの前言ったじゃねえかよ。そうか、今さんバチコイありがとうのバチコイでした。青木様、ジョージジャーではなくてごきげんよう。あ、ごきげんようと、すいません、ジョージジャーではありません、ね、ジョージジャーではないとね、はい、俺以外からもちゃんとねご指摘ありがとうございます。ジャージジョーさんそうです。ふと思ったのですが、自分が誰かを好きだとか受け入れているとかはなんとなくわかりますが、誰かにとかグループとかで自分のことが愛されているとか受け入れられているとかはどうしたらわかるんでしょうか。想像の域くらいしかわかりません。確証を得たいのは欲張りなのでしょうか、というお便りです。そうですね、グループとか相手からどういうふうに受け入れられてるか、まあ、本当に受け入れられてるかどうかを確かめたいみたいなことなんですかね、っていうことのようですね。うん、これはどうなんですか。それは分かんないんじゃねえかな。あ、まあまあ究極的にはそうですね。うん、うん、え、青木くんはどう思う。僕はなんか確認したことはないですね、これまで多分。確認したことはないですけど、なんか、やっぱ必要とされてるかどうかって別にそこの場所にいてもいいっていうことだったり、自体が多分その受け入れられてることだと思いますし、あるいはなんかまあ、そこまではあるかどうかわかんないですけど、なんかいろいろ頼まれるとか、まあ仕事とかだったら、なんかちょっとこの仕事をやってもらえますかとか、逆にこっちからお願いしたらなんかしてくれるとか、そういうのがあると、やっぱりそこにいる必要性っていうのが少なくともあると思うので、まあ受け入れられてるかどうかっていうのはちょっとまた違うかもしれないですけど、なんか必要とされてる可能性は高いなっていうふうに。うん、思うので、まあ、そういう場所にはなんか普通に自然といるかなと思います、うん、そうね。なんか今回ばかりすると私はエビデンスがないのだがやっぱりないんですね、エビデンスが。いや、うん、あのバッチしないエビデンスないんだけど、うん、そのまあ心理師としてのね感覚だと、うん、なんかね、そのどれくらいを求めるかな気がするんですよ。うん、その受け入れられてる受け入れられてないっていう二分法じゃなくて、その、まあ、これくらいは受け入れられてる、これくらいは好かれてるっていうさ、その基準を下げれば、青木が言うように大体割かし受け入れられてると思うんですね、うん、だからあんまり上げない方がいいんじゃねえかなって気はしますけど、ね、あ、確かにそれはそうです、うん、だってさ100% って神ってなるからさ、うん、あの 100% 自分を受け入れてくれるってことは稀だし、うん、だって自分自身のことだってそうじゃん、なんか自分のこと分かってるのに結構分かんなかったりするから、うん、まあ、そこそこ好かれてそこそこ受け入れられてるぐらいのなんかハードル設定がいいかなって気がしますかね。そうですね、確かに。というまあ心理師の独り言的な感じになっちゃったけど、まあなんかちょっともうちょっと言うと逆に受け入れられて ないわけでなければいいような気がするんですよ、ね、なんか明らかにちょっとなんかここにいるべきではないなみたいなのって、まあ、それも程度問題かもしれないですけど、なんか違うなっていうのはあるような気がしますけどね。そうね、なんかね、あの 100% 受け入れられてるなっていうのは稀だけど 100% 出てってほしいっていう時も稀なのよ、うん、まあそうですよ、確かに。だからその自分がまあ許容範囲のハードルをちょっとどれくらいなのか、ね、考えてみたら意外と受け入れられてるんじゃないかなって気しますけどね、うん、そうですね、うん、まあそう考えて間違いないと僕も思いますね、うん。でその何ですか、 100% 受け入れられてないっていうのは例えばどういう状態なんですか。あの何て言うんですか、あの芋虫を見るような目で見られてる時とかさ、あ会議でさ
あの人の尺に触るようなことをつらつらと言ってさ、マッチお前出てけみたいな風になってる時は、あ、受け入れられてないなって思います。なるほどですね。だから明確になんか言われてたりする時ですね、ちょっと出てってくれないかなみたいな感じで、その時はちょっとあの本当に出てった方がいいかもしれないですけど、明確に出てけとか言われたり、明確に黙れって言われたり、明確にお前はふざけるんじゃねえって言われた時は受け入れられてないです、うん、はい、そういう時はてへべろごめんって言って出てきましょう。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。